こんにちは、本気塾代表石原です。今日は、昭和時代ということでようやく大正が終わったよということで、やるんですけど、まあ、昭和時代は何ですかと言われると前回の大正ぐらいからやりましたよね。この頃はもう昭和時代といえば要するに昭和天皇が天皇だった時代というふうに、まあ明らかっちゃ明らかな話です。一応ですね、前回までの大正をやっとかないと話が分かんなくなるんで、大正時代確認しますけど大正時代の基本線は明るかったです。明るいのをプラスしておきました。で、明るくねえだろうっていうのをマイナスしておきました。で、対象がでも全部プラスだけで終わると思うとちょっと違って、プラスからマイナスが増えていく。プラスの悪化のからマイナスが増えていく。この流れをもう一回押さえていきましょう。そうすると、今日からやる昭和時代も話がよくわかると思います。まず何がプラスだったかというと、明治の終わりに日露戦争が終わり、対象に入ると、大した戦争もないから平和です。当然それ自体はプラスです。しかも日露戦争明治時代のうちに勝っておりましたんでね、勝った後に大正を迎えたんで平和だし勝ってるからハッピーなことは間違いない。戦争じゃないのと言われると大正時代一個だけあったのは第一次世界大戦でしたよね。ヨーロッパをメインにやりましたからヨーロッパではズタ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 で人が亡くなっちゃいましたけど日本は大して戦わなかったんですよね。中国にいるドイツの軍隊をちょっとポンポンってデコピーしたぐらいですから日本人はあまり知らなかった。しかも儲かった。なんでヨーロッパで物がなくなったからヨーロッパの人が、ね、他の国から外国から物をすごい欲しくなった。だから日本はバン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 物を作って外国に売ったということで日本は儲かり戦争で大して痛くないばかりか景気まで良くなった。これどう見てもプラスですよね。で、景気が良くなるということは贅沢もできるようになります。例えば、エビフライとかハンバーグみたいな今のみんなも食うようなもの嫌いな人はあんまりいないじゃないですか。なんかスパゲティ、ミートソースそうですね。そういうのとかを食うようになったり、よく今でもね銀座で買い物って高いイメージあると思うんですけど銀座でデパートでお買い物するっていう今とは変わらない贅沢の様子できるようになったこれもプラスです。ただ最初からしてマイナスは全くないわけじゃありませんで、景気がいいということは簡単に言うとみんな金を払うようになりますから多少物は高くなっても、物は売れてしまう。すなわち物の値段は上がっていくということになりまして貧しい庶民にとっては物の値段が上がって苦しいということでマイナスが起きていく。そしてこの苦しいせいで実は次のボードみたいな、ちょっとしたトラブルも起きていくということになります。ちょっと見ててください。苦しい人は、都会にいる庶民もそうなんですけど農民なんかもやっぱり苦しかったりします。そして、女の人は政治に関する権利が一切ないなど、差別的な扱いされていました。そして、話は戻っちゃいますけど、東京とかそれ都市部にいる労働者なんかは大して給料もらえないのに物値段、物価だけ高いということで苦労します。ですからこういう人たちはこういう人たちなりに自分らにも言い分がある世の中おかしいよということで、争いますから当然そこでトラブルも起きます。で例えばそのトラブルが一番多くなってどうなるというと、政府を倒しちゃう。今の政府はおかしいんだということでもっと、庶民の言うことを旧政府にしようということで、内閣を倒すということが起きました。そのぐらい庶民の声が多くなったりします。でまあこれは確かにね庶民の声を聞いてくれる内閣になるかもしれない、ね、弱い人に優しい内閣になるかもしれないという意味ではプラスかもしれませんけど当然内閣が倒れるということは世の中として完全に平和かというと、まあ、ちょっと揉め事チックだ国がガチャ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 争いが生まれているということです。ですからプラスマイナス両方の意味があります。でなんて名前だったかというとこれ大正デモクラシーっていうんですよね。デモって書いてあるように、ね、庶民の人がデモをするような感じね自分らの主張するような感じで揉めていった。これがまあ大正デモクラシーということになります。でところで今までプラスばっかとかプラスマイナスが並んでたんですけどマイナスが出てきちゃいました。そうです、大正の終わりは不幸が始まります。一つ先ほど第一次世界大戦でヨーロッパが戦争の場所になったからヨーロッパでは物作れない。だから日本からバンバン物を売ることができたと言いましたが戦争って終わったじゃないですか。で戦争終わるとヨーロッパにある工場とかも復活するじゃないですか。そうすると今更日本から物いらないんですよね。日本さん、日本の会社さんって今まで物売ってくれましたけどもういりませんよって言われちゃった。そうするともともと物は売れすぎてて景気良かったけど物日本の物が余り始めちゃう。
すなわち日本のものが売れなくなって景気はマイナスを起こすということになります。いいですね。でこれだけだったらある意味ね、いい時がある悪い時があるというのは景気は当たり前なんで、儲かったらその後うまくいかない、これはもうまあしょうがないことなんです。ところが日本はプラス1個さらに1個起きました。関東大震災といって東日本大震災以上に人がもっと死んじゃう、不幸なことがあり、当然建物とか全部壊れちゃいますから景気は悪くなる。実は銀行までも潰れる。あんまり皆さんの周りで銀行が潰れるってイメージないと思うんですけど、銀行まで潰れるぐらい日本はここで不景気に入っています。こんな感じで大正時代が終わって、じゃあ昭和時代どうなるかというと次です。昭和時代、いよいよ暗くなるということで、プラマイをつけるんだったらプラスマイナスもつけなくなっちゃいましたけど、全部マイナスぐらいのりです。はい、暗くなったうちの第1個目、これは世界的なことなんですけど、1929年、いろんな事情、まだね小学生中学生で難しくて説明できないですけど、いろんな事情があってアメリカが不景気になりました。そして世界中同時に不景気になりました。世界同時に不景気になりましたから、これを世界恐慌、恐ろしいって言うんですから、世界が恐ろしいぐらいおかしくなってきちゃったということです。下の写真を見ると、失業した人が、スープをくれということで並んでるらしいです。なんか今から見るとそのようにはなんか服装はあんまり貧乏っぽくなくてなんかしっかりしてますけど、まあスープを求めてる。そして右側は、英語でぐちゃぐちゃ書いてありますけど、要するに私に仕事をくださいということで失業者がたくさん出ちゃった。これが日本に限らず世界中起きちゃった現象、世界恐慌です。じゃあ日本はどうなるかというと、もちろん世界が不景気ですから、その世界恐慌という世界ボロボロの影響を受けます。ところが日本はプラスもう一つまずいことが起きます。実はたまたまこの世界恐慌が起きた年は日本のお米がめっちゃ不作だったんです。ものすごい、まあそれは世界恐慌に関係ないよ、気候の問題で。その年日本は多分夏寒いとか雨だらけとかそういうことでお米が育たなかった。そうするとそうじゃなくても世界恐慌でボロボロ、すなわち日本だって品物を作ったとしたって世界中貧乏なのか誰も買ってくれない。世界恐慌の影響プラス日本国内で飯がねえって話になりました。もう本当にボロボロになります。例えば東北地方なんていうのはもともと景気が悪い中で米も取れねえから本当に食い物ないから、かわいそうなことに女の子が悪いおじさんに売られていっちゃったりとか、男の子だと学校に行かせてもらえないとか、本当に東北地方を含めてボロボロになってきます。そんな中から、世界の国々の中が簡単に言うと悪くなってきます。要するに第一次世界大戦が終わって仲直りの条約を結んでうまくいくかなと思ったら世界のバランスはぶっ壊れてきます。簡単に言うとですが、こういうことを覚えてください。日本とかこの後はドイツとかやるんですけど、そういう国はうまくいかなかった。世界恐慌とかあるいはお米の不作に対してうまく乗り切れなかった。ところが乗り切れちゃった国もある。そうすると乗り切れなかった日本とかこの後やるドイツとかっていうのはその分無茶をするな。世界恐慌はきっかけで何とか乗り切れた国は無茶をしない。ところが何とか乗り切れなかった日本やドイツはちょっと暴れすぎちゃう。それが、本当のガチのヤバい戦争につながっていきます。じゃあ乗り切れた国を 先に説明します。イギリス、フランスというのは世界中貧乏だったといっても、何といっても自分らはアフリカとかそういうところにいっぱい植民地を持ってます。ですからね、世界貧乏してもこの植民地ぐらいは物買ってくれるかなってところを探して物を売ったりすることできますし、あるいはバカみたいに安い、お金で、アフリカ人とか、ただ南アメリカとかあるかな、ブラジル人とかそういう人を使うことができます。いいですね、まあ、ブラジルはイギリス、フランスじゃないんですけど、まあ、とにかくそういう南アメリカとかアフリカとかの人をこき使って、安く物を作ったり、あるいは植民地の中でまだ余裕があるところに戻ったりすることができます。そしてアメリカは大して植民地を当時は持ってなかったんですけど、自分の国の国土がとっても大きいですから、まあ外国に物を売ることができないとしても自分の国の中で仕事を作ることができます。例えば大きな道路を作ろうとか鉄道を作ろうとか、そういうふうな、プロジェクトを作ることによって、あ、じゃあ僕失業した人は鉄道で働きますねとか、橋を作ってお仕事できますねとかってことで、アメリカはアメリカでなんとかその世界恐慌を乗り切ることができます。でもう一個全然違う路線、ぶっ飛んで路線がありまして、昔のロシア、この頃のソビエト連邦という、ソビエトという国は
家計って不景気なんて関係ねえ、もともと儲けをしちゃいけない国なんですね、共産主義。本当は難しいけど全然違うんですけど、簡単にみんなが理解するように言えば、共産主義っていうのは儲ける必要がないシステムなんです。ですから世界が強硬だろうなんだろうか、うちは関係ないですから、うちはうちの、システムでやっていきますから、皆さんと貿易する気もあまりありませんしみたいな感じで、この国はこの国で勝手に進めるからなんとか乗り切ってしまう。こうやって乗り切る国がある中で、乗り切れないとどうなっていっちゃうかというのが、この後です。はい、先ほど言いましたように世界恐慌に対して日本はうまくいかない。なんでかというと、簡単に言うとイギリス、フランスみたいに植民地いっぱい持ってないし、アメリカみたいに国が多くないから自分の国の中で、ね、鉄道を作ったりビジネス作れないし、共産主義でもないから儲けないわけにいかないし、日本は何とかしなきゃいけないのに植民地もねえとなります。そこで考えたことを簡単に言うと、植民地を増やせればいいんじゃねえの、そうすると物を売る先見つかんじゃないの、あるいは安く物を作らせることができるんじゃないのということです。さあ、日本の、植民地というか日本の状況どうなったでしょうか。これは今の地図はちょっと違うんですけど、当時は韓国併合といって韓国は日本を持ってましたね。そして、日露戦争の結果、両島半島というところを、まあ、一部使えるんですよ。この辺の一部を使っていいという、まあ、微妙な権利が当時の日本の状況だったんですね。そこでちょうどその頃、日露戦争以来日本が開発した両島半島、ね、日本はまあ韓国は併合して持っている、そしてこれをちょっとまあ持っている感的な、ちょっと難しいんですけど持っている的な状況だったんですけど、ここをまあね今後使っていこうと思ったら、実は、ね、中国、要するにこの元々の持ち主の中国がこれを何とかして取り返せないか、日本から奪い返せないかっていうちょっとねややこしい動きがなってきたんです。じゃあ次行きましょう。13分です。そうすると、ね、日本の元々の考え方っていうのは世界恐慌になっちゃったから、ね、イギリスやフランスみたいに植民地を増やせないかなと思ってる。ところが中国は逆にむしろこれを取り返す、つまり日本から見ると減っちゃいそうになってる。冗談じゃねえと、ね、絶対に減らしてなるものか、矢印減らすどころか増やしてやろうっていうふうに日本になってる。そこで、この際、ね、両島半島を中国に取り返されない、つまり確かなものにするだけじゃなく、もっとその周辺全部をゲットできねえかと思います。この全体を実は満州と言います。その満州全体をゲットしちゃえばイギリスやフランスのように植民地が広くなる、そうすると日本は不景気を乗り越えれるんじゃないかと、ね、いうふうに日本を考えるようになります。まあ結構有名です、満州事変。事変というのは正式に今から戦争しますっていうふうに予告せずに戦いが始まっちゃう事変、要するにトラブルですね。満州トラブル、満州事変。何をしたかというと満州の鉄道をぶっ壊しました。いいですね。そしてそれを中国がしたというふうに日本は言い張りました。で中国にね、これちょっとそっか分かりづらいかな。満州全体を日本は持ってるわけじゃなかったよね。満州全体を持とうとしたのか、まあ、まだ持ってないんですけど、鉄道引く権利は実はあったんですね。ですから、鉄道は日本のものです。日本の鉄道を日本はわざわざぶっ壊します。そして、中国に壊されたと言います。ですから、人の鉄道を中国が壊しやがったということで、中国と戦争するきっかけを生むことになります。その結果、日本は、まあ、とりあえずまあ強かったですから、満州全体を占領しました。もともとは日本が持ってた権利っていうのは満州ってところのほんの一部の両島半島というとで小さな半島、そして鉄道だけは満州に引いてもいいという権利です。それを全然超えちゃって満州全体の土地を日本は占領し、そして国を作っちゃいました。あれ日本のものにすんじゃないのというと形上違うものにしました。何かと言いますと満州国という国を作り、日本人じゃない王様をそこにくっつけてあげました。具体的には清と言いまして、中国ってややこしいんですけど国の名前がしょっちゅう変わって民族とも変わるんですけど、この時の中国の1個前の中国の皇族をつけました。すなわち1個前の皇族ですから、この頃の中国には恨みを持ってるんですよね。今の中国に対して気に食わねえ、俺が王様だったらもっとよくできたらいいと思っている元々の王様一族ね、その王様一族に満州国の王様なっていいよっていうふうに日本はしました。これが満州事変なんですけど、それに対して、はい、次お願いします。日本はこう言いました。満州というのはね、
まあ、これちょっと複雑な高校生とかなんて分かんないかもですけど、もともとね、大元だとすれば中国が持ってたもんじゃない、まあ、そうらしいんですね。中国の範囲ってもっと狭くて、満州まだ中国持ってなかったんですね。で、ただその秦というね、一個前の中国の人ですね、一個前の中国の人たちの時代はなんかそこはふるさとみたいな感じだったらしいです。ですから秦という国のものだって今現在の中国のものじゃない。で、だから我々はね、もともと満州をふるさとにしている一個前の秦の王様の子孫に返してあげたんだと、ね、別に日本は占領したと日本のものにしてないと、もともとの持ち主に、ね、ふるさとを返してあげたんだと、とっても我々はいいことをしてるじゃないかというふうに言いました。一方で中国の主張です。中国の主張は、秦に返したというのは形だけだと、そうじゃなくて日本は実際上日本のものにしてるんだとね、満州国という別の国を作ったように見えるけど、それは日本とほぼ同一の国だと。だから日本は形だけ秦に返したふりをして自分のものにしてるだけで悪い侵略だというふうに中国は主張しました。で、これに対して第三者同文の書というのが次ラストです。はい、ここで日本の言うこと、中国の言うこと、話が勝ち負けつかなくなっちゃいましたから、国際的な、機関が組織が出てきました。国際連盟と言います。あれ国連っていうふうに思うかもしれませんが、今ある国連は国際連合といって、これとは別の機関なんです。似てはいますけどね。当時あったのは国際連盟というちょっと違う機関なんですけど、ほぼやってること同じです。要するにいろんな何十国も加盟しているような連合ですが来て、調べた結果日本の言い分の方がおかしいと判断しました。そのすなわち日本が勝手にね、自分で自分の鉄道をぶっ壊して中国のせいにして、そして、満州を占領して日本のものにしなかったとしても満州国というちょっとよくわかんない国を作って、返してあげたというふうに言い張っているのはちょっとおかしいんじゃないかと。日本は満州から出ていくべきだと、元に戻るべきだというふうに言いました。それに対して日本は冗談じゃねえとね、どうしようじゃないと思うんだっけ、本音では世界恐慌を乗り切るためには何とか植民地を増やさなきゃいけないと、何としてでも増やさなきゃいけないから元に戻れって言われたらば、満州国を元に戻すと日本は遼東半島というちっこい半島に戻っちゃいますよね。そういうわけにいかないから日本はそこで逆切りして、こんなところに日本は入ってるから言うこと聞かなきゃいけないんだ、俺らはここ抜けるから言うこと聞く必要ねえと、お前らの指図は受けねえということで国際連盟を合体し、さっき言った満州国というのはそのまま続いていくことになりました。そうすると外国から見ると日本は国際連盟みんなの学級会みたいなので決めてるのに、その言うことも聞かねえ、気に食わないと出ていけばいいんだろうと、出ていけば俺は外国と仲良くする必要ねえんだと。これは日本は、確かに強い国かもしれないけど、もうはっきり言って外国から見てコントロールがいかない危ねえやつだっていうとんがってるイメージがいよいよ強くなっていってしまいます。その結果日本はとんがっていった結果さらにとんがっていくんでしょうか、それとも元に戻って少し緩めるんでしょうかというのが次回以降になります。じゃあ今日はそんな感じです。お疲れ様です。